研究水の木並木です。松代の伝統的な池には泉水や松代の四季などを映像で表現しております。それではご覧ください。プロジェクションマッピングお願いします。空を行く雲や流れる水のように、時の流れは常に一定の形を持ちません。プロジェクションマッピングでは、松代の池には泉水にある水をモチーフに捉え、真田庭庭園の移り変わる四季や動植物の美しい時の流れを悠久と題し表現しました。また、虹は未来への希望と多様性の光を表現しています。
さまざまな困難な時代にあっても、人々の心が希望の光で満ち溢れますようにという思いを込めました。プロジェクションマッピングにつきましては、20時5分頃から3回目の投影をいたします。